ご視聴ありがとうございます。ちまちまでーす。はい、過去にね、秩父鉄道に乗ったのでその時の動画をまとめてみました。秩父神社です。秩父駅の横からあの秩父鉄道がね来るのを見てみましょう。秩父駅とあと左上の方に武甲山が見えます。秩父駅の、ホームに入ってきました。まあ、秩父鉄道はね、あの電車がそろそろ来ますよっていう時だけしか入れないみたいですね。クーラーと扇風機とね、両方回ってますね。よくね、SL と一緒に撮影されるあの鉄橋の場所ですね。長瀞ライン下りをするあの荒川の川が見えます。黄色の機関車が見えますよね。あれであの石灰を武甲山とあと太平洋セメントの間で運んでるんですね。はい、疫病退散のヘッドマークがついてますね。まあ、一応元地元なんで、はい、まあここはね寄居駅になってます。東武東上線に乗り換えます。東武東上線が来ました。このね、白と青色を見るとね、あの東武東上線って感じがしますね。秩父鉄道の貨物ですね。何両つながってるんでしょうね。長いのでちょっと早送りします。風邪をひいてしまったんでね、ちょっと声が、話しづらいんですよね。帰る途中にね、東武東上線の路線車両がね止まってましたんで撮ってみました。埼玉のおへそと言われている、小川町駅になってます。ここで乗り換えます。ご視聴ありがとうございました。